想像の5倍ぐらいは広かったわね。知り合いの農家さんから土地が余ってるからって、ちょっと曲がりさせてもらって、大きめの家庭菜園でもしようと思ったけど、逆に何に使おうか困るわね。狐さんもしかしてこの荒れ果てた土地を畑にするつもり？ええ、そのためにタヌキさんを呼んだんじゃないの。あ、美味しい夏野菜が食べられるって聞いたけど、土作りからするとか聞いてないんですけど。まあまあ、千里の道も一歩からって言うし、まずは雑草をどんどん買っていきましょうね。はあ、はあ、草だらけで全く終わる気配ないんですけど。それじゃあ、農耕地用のこれをセットしてっと。キツネさん、マスクにゴーグルに手袋に、そんな重装備してどうしたの？というわけで今回は、除草剤の効果とリスクについて紹介するわ。あとの小さな雑草たちはこれに任せようと思ってね。ちょっと、そういう便利なものあるなら早く使ってよ。抜いても抜いてもキリがない、気がつけば無限に生えてくるタフな雑草たち。小さな庭なら手作業でなんとかなるものの、広い庭や畑のある人にとってもはや草むしりは重労働。今では立派な電動草刈り機もあるけど、そこまで買う予算は、刃物が怖いという声や、腰も痛くなるし、暑い炎天下の中での作業は体を壊すリスクもあるんだけど、そんな労働から解放してくれる英知の結晶、草を枯らしてくれる除草剤を使えばちょちょいのちょいよ。はあ、あと何日かかるかわからないレベルだったから、除草剤あって助かったよ。今からここ畑にして野菜作る予定なのに、除草剤とか使って大丈夫なの？とまあ世間一般的に危険な薬品というネガティブなイメージがつきものだけど、実際にどれぐらいの効果やリスクがあるのか、除草剤がぶっちゃけどうなのか、いろいろ紹介していくわ。除草剤とは、雑草などの植物を枯らすために用いられる農薬の一種なんだけど、効果の発揮の仕方は千差万別で、種類と特徴で無数に細分化されるわ。へえ、とにかく巻けば植物を枯らすんじゃないの？特徴は大きく分けて、どこで使うか、どの植物に使うか、どう枯らすかの3つあり、畑や果樹園で使う農耕地用、駐車場や空き地などで使う緑地管理用の2種類、作物や芝生は枯らさず雑草だけを狙う選択性、とにかく全部枯らす非選択性の2種類、根っこをじっくり枯らす土壌処理型、葉っぱや茎を早く枯らす栄養処理型の2種類、枯らし方は他にも、光合成の阻害、植物ホルモンの攪乱、アミノ酸整合性を阻害などがあるんだけど、これらの目的別の組み合わせで、適切な除草剤を選ぶ必要があるわ。いろんな種類があるんだな。その効果は、企業努力の甲斐もあって抜群で、例えば、液体除草剤の一つ、根こそぎクイックプロ FL を散布した経過を見てみると、1メートル以上、まっすぐ緑色に生い茂った雑草が散布後6時間で枯れ始め、24時間後に全体が茶色になり、1週間が経過するとほぼ枯れていることがわかるわ。ひょえー、たった1日でここまで枯れるんだ。この製品は、しつこい雑草を枯らすことを謳っていて、ススキや竹、ドクダミやツル系の雑草に有効だけど、雑草と一言で言っても、それぞれの雑草には特徴と名前があるわ。大きく分けて、一年草と多年草の2種類があり、冬に枯れるのは一年草で、数年枯れることなく冬越しするものは多年草で、こちらはなかなかしぶとく、表面上は枯れているように見えても根っこが生きていて春まで芽吹くチャンスを待っているため、長期間草刈りできない場合は、文字通り根こそぎ処理しなければいけないわね。でも、僕も狐さんのお手伝いで草むしりとかよくしてるけど、いつも根っこごと引っこ抜いてるよね。なんで毎年生えてくるの？それは、雑草がどこからやってくるのか、というのを理解しておく必要があるわね。植物は、人間どころか哺乳動物が誕生するはるか昔に誕生し、陸で生活していたんだけど、何十億年も彼らが生き残ってきたのは、その生命力の強さと、地球上にある、ありとあらゆるものを利用するように進化した多様性に隠されているわ。地球にあるありとあらゆるもの？例えば、過去に紹介したくっつき虫と呼ばれるオナモムは、動物たちの毛皮にくっついて移動するし、いろんな植物の実を食べる鳥などは種が消化されず、遠くに移動した後に糞として排出され芽を出し、動物だけでなく、風を利用するタンポポや、自力で弾け飛んだ周囲に種をばらまく植物もいるし、地表の草をいくら動物に食べられても、わずかに残った根っこから再生して復活することも、多くの植物は無防備で移動もできず、生き物に食べられ放題な弱い生き物だと思われがちだけど、
生き残って生息範囲を広げるという部分においては、他の生物の追随を許さない最強生物なのよ。そういえば、地球のどこにでも植物っているからな。彼らは、地球にいる動物だけでなく、自然現象まで利用して成長、繁栄しているわけで。雑草をいくら抜いても出てくるのは、種が飛んできたか、根っこなど残骸から生えてきた可能性が高く。靴の裏にある溝に入った種から発芽する可能性も十分考えられるわ。なるほど。移動する生き物を利用してるから人間も利用されてそうだね。つまり地球にいる限り雑草とは戦い続ける必要があるし、むしろ地球全体が雑草の生息地。適当にブチブチ引っこ抜くだけだと夏場は数週間もせずにまた姿を現すわね。とんでもない生命力だ。草刈りは6から7月、9から10月、11から12月の年3回が草刈りに適した時期と言われ、植物が成長して枯れていく夏から冬にかけて、重点的に処理をして雑草が伸びるエネルギーを抑える必要があるわ。そこでその重労働から解放してくれるのが除草剤なんだね。そういうこと。たださっきも言ったように除草剤なら何でも良いわけではなく、目的と用途に合わせて選ぶ必要があるため、製品ごとの説明書を熟読する必要があり、不適切な取り扱いをすれば十分効果が発揮されなかったり、予期せぬトラブルを招くことがあるわ。トラブルで思い出したけど、そんなタフなはずの植物が枯れる薬品ってなんか怖くない？空き地とかの雑草処理に使うならまだしも、口に入るような畑に使うのって。除草剤は冒頭でも言ったように農薬の一種であり、安全性の高い農耕地用の除草剤も販売されているんだけど、人体への悪影響があるというざっくりとしたネガティブなイメージが昔からついているわね。実際、除草剤は適切な利用方法を守れば畑に使っても安全なものなんだけど、毒物及び劇物取締法で毒物、劇物に指定されている、購入の際に身分証明書が必要なものもあるわ。ひょえ！この毒劇物取締法では、他にも一部の殺虫剤や殺素剤、殺菌剤などが含まれているんだけど、身分証明書の提示が不要なホームセンターにあるような比較的安全な除草剤であっても、薄めて使うものを原液のまま使ったり、鼻や口に入ると体調不良を起こすことがあるものの、これは除草剤に限らず、すべての農薬や薬品に入れることでもあるわ。なんとなくだけど、殺虫剤と除草剤だと、除草剤の方がマイナスイメージが強い気が。虫を殺すものと植物を枯らすもの、どっちも生き物に影響を与えるものなのになんでだろうね。それは、除草剤が誕生から長年、負の歴史を歩んできたからだと思うわ。負の歴史？除草剤は、今でこそ世界の食料生産を支える上で必要不可欠な農薬であり、畑近くにある雑草に隠れている害虫をなくす衛生被害の回避、道路や線路など生活圏の雑草問題解決や、林や牧草地の整備、野生生物生息地の保護などの環境保全にも用いられる重要な存在であり、18世紀から19世紀前半にかけて、産業革命で機械による自動化が進むと、より産業を発展させようと、各分野で科学技術による効率化が求められるようになったわ。そこで除草剤が生まれたんだね。ええ、農業分野でも、時間とコストだけがかかる草刈りを化学物質で効率化するという発想が自然に生まれ、19世紀中頃から、しぶとい多年草の根っこを刈ろうといろんな除草剤が開発されていったものの、その発展の歴史の陰に多くの犠牲を払うことになったわ。日本では江戸時代まで害虫対策は水田に鯨油を注いだり、太鼓や松明を持って稲につく虫を追い払う虫追いなどの祈祷に頼るアナログなもので、明治から大正にかけて防虫菊や硫酸ニコチンを用いた殺虫剤、天然由来の農薬が誕生したものの、雑草は手作業の草むしりが中心で、長年重労働を強いられてきたわ。第二次世界大戦後、日本は労働力不足、作付け面積の減少、天候不順などで深刻な食料不足に見舞われ、そんな厳しい現状を打破するために注目されたのが、化学技術、除草剤の存在だったわ。効率化を考える上ではすごく大事な存在なんだね。除草剤の存在が広く認識されるようになったのは、第二次世界大戦直後に使われた24ジクロロフェノキシ酢酸というもので、これは製造が簡単で、イネ科植物に影響を与えず、現在でも用いられている、その効果の素晴らしさを世に広めた存在であるものの、ここから派生で作られた薬品は、過去、ベトナム戦争で枯葉剤として用いられたものの、製造過程でダイオキシン類が発生していたと判明し、社会問題につながることに、初期の農薬には、
このような毒性や副作用の強いものも多く存在し、殺虫剤を浴びた害虫を食べた動物が毒に侵されたり、地下水などを汚染する環境汚染問題、土に毒性が残ってしまう残留性や使用法などの問題も浮き彫りになったわ。ああ。また、1882年にオーストリアの科学者が発見したバラコートという物質は、1955年に除草剤としての特性が認められ、イギリスの企業がこれを商品化して販売することに。このバラコートは、散布された葉っぱや茎だけを枯らして、根っこを残すため、水田の景観や山の斜面を保持する上で効果的で、なおかつ安かったこともあり、広く使われたわ。1965年に、バラコートがイギリスから日本にやってくると早速利用され、農業生産に大きく貢献すると同時に、自らこれを飲んで命を絶つ人が社会問題になったのよ。マジで?バラコートと調べると、検索候補に物騒なワードや事件名が出てくるほどで、この化学物質は、人に対しては致死性が高く、解毒剤もないため中毒死者がとても多く、服毒自殺や飲み物への混入事件が多発し、社会問題へと発展。1985年には、バラコート連続毒殺事件と呼ばれる事件が発生し、約半年の間、日本各地で除草剤入りの飲み物を自動販売機の近くや受け取り口に放置し、それを見つけた誰かがラッキーだと思って飲んでしまい、中毒死する事態に。これにより13名が亡くなっているわ。落ちたものを拾っちゃダメって、まさかこれが。この事件の8年前には、同様の手口で青酸コーラム差別殺人事件が発生しており、飲み物が開封済みか判別しやすいプルトップ式などに改良されていったものの、当時は落ちたものを口にする危機感が今よりも薄く、監視カメラや物的証拠もなかったため、単独犯か複数犯かすらわからず、2005年には時効が成立し未解決事件になっているわ。当時、バラコートが含まれる除草剤は 24% 濃度の液剤の形で販売されており、18歳以上で印鑑さえあれば農業協同組合で購入可能だったわ。しかし、致死量は成人でも、わずか8から16ミリリットルほど、大さじ1杯未満でも死に至るリスクがあるため、日本にやってきた当時から劇物に指定されていたものの、致死性の高さを悪用した服毒や混入事件が多発したため、1978年に毒物へと指定されることに、農林水産省は1980年に再塗剤、82年に混入が判別しやすいよう青く着色した製剤や、臭い匂いをつけたり、苦味をつけた製剤を開発するなどして対策を試みたものの、パラコートに対してそういったイメージがつくと、悪用する人が後を絶たず、1996年から1999年の4年間における中毒死者数は、混同製剤を含め1100人以上と、農薬中毒者の 40% を占め、取り扱いの規制や購入時の身分証明書の提示が必須になっていったわ。なるほど、こういう事件でばかり名前を目にすると、すごく怖い存在に感じるよね。服毒した場合、嘔吐や腹痛、ショック症状が見られ、特徴的な肺が繊維化する症状に見舞われるものの、神経系には影響がないため、患者は最後までもがき苦しみながら亡くなることもあり、高い死亡率や中毒経過の悲惨さから、医師や薬剤師の間から販売規制が求められ、販売方法の改善や特定毒物指定の要望、東京弁護士会も販売禁止を求める声明を出す事態となり、高濃度製剤の生産が中止され、1986年以降は身分証の提示を求める方向で合意することに。規制強化の影響もあり、除草剤としてのパラコートの市場占有率は年々下がっていったわ。こうした一連の出来事から除草剤、ひいては農薬へのイメージダウンへとつながったのよ。なるほどな。しかし、そのおかげ、というのもなんだけど、規制の強化、安全に使用するための分析、人体への影響を軽減するための研究などが一気に進んだわ。今こうして安全な除草剤が開発されているのは、そうした負の歴史の上に成り立っているとも言えるのよ。効率を優先した結果、いろんな悪影響が出たり、悪用する人が出たのは分かったけど、それで、今の除草剤も本当に安全と言えるの？結論から言うと、今の除草剤は、使用上の注意点をしっかりと守れば安全に使用できるわ。ただそれは、使用上の注意を守らなかったり、用法用量を守らなければ危険ということ。これは風邪薬でもそうだし、醤油でもガブ飲みすれば命のリスクがあるのと何ら変わりがないわ。危険なのは、人体が分解、処理できない中毒になる量を摂取することで、
国やメーカーが定めた厳しい安全基準を守れば大丈夫よ。近年、除草剤が悪影響と言われて問題視されがちなのはグリホサートという成分で、これは除草力に優れていて、いろんな雑草に効果があるため幅広く使われているんだけど、WHO の外部組織 IARC 国際がん研究機関が2015年、グリホサートを発がん性のグループ 2A に分類し、人体に悪影響があるのではと大きな話題になったわ。発がん性とかめっちゃやばいじゃん。ここで発がん性というインパクトのある言葉に左右されるのではなく、どのグループに分類されているか、どれぐらいの量で問題が起きるかが大事よ。この分類はグループ1、グループ2A、グループ2B、グループ3、グループ4と、グループ1から発がん性の確証がある順で並んでいて、グループ2A はおそらく発がん性があるに位置し、このグループには赤身肉、揚げ物、65度以上の熱い飲み物、生活リズムを乱す夜勤が含まれているわ。え、赤身肉とか揚げ物大好きだし、夜勤とか普通にいろんな人がしてるような。そういうこと、リスクを過小評価するわけじゃないけど、これは生活のあらゆる発がん性リスクの一覧でしかなく、どれぐらいでがんにつながるかどうかというのはまた別の話なのよ。がーん。日本の食品安全委員会はグリホサートに対し、神経毒性、発がん性、生殖毒性、再帰系性、遺伝毒性はなかったとしてるし、アメリカの環境保護庁と欧州食品安全機関はそれぞれ、人への健康リスクはない、発がん性の可能性は低い、人の健康にリスクをもたらすとは考えられないと、各国の規制機関は IARC が参考した論文の中に信頼性が低いものが含まれていることや、除草剤として使用するにあたり多くの試験データをもとに安全な使用量を定めているとして否定しているわ。なるほど、世界的にも安全が保証されてるんだね。とはいえ、使用上の注意点だけは厳守してほしくて、散布時の誤飲や肌への付着を防ぐため、ゴーグルやマスク、長袖などで防護すること、子供やペットのいる家庭では散布後一定期間その場所に立ち入らないようにすることが必要で、薬剤の付着した草を触れたり舐めることで中毒症状が出る場合があるわ。使用法については商品の裏面、不安ならメーカーのホームページや安全データシートを参照することと、なぜ安全だと謳っているのか、その理由は調べれば科学的根拠に基づいた内容が書かれているはずよ。なんとなくで怯えるんじゃなくて、調べた上で正しく恐れることが大事なんだね。そういうことよ。あ、見てみて、あっちの方もたくさん雑草あるよ、キツネさん。それじゃあ今度は僕が除草剤散布して雑草たちを一網打尽にしてくるよ。ちょっと待ちなさい、そっちはよその土地だからダメよ。ほえ、危なかったわ、危うく犯罪者になるところだったわね。え、だってあっちの方草ぼうぼうだよ、雑草がなくなるならむしろいいことでしょう。それはタヌキさんの一方的な言い分であって、正当な除草する理由にはならないわ。許可なく他人の所有する土地に除草剤を散布したり、風に乗った薬剤が影響を与えた場合、その損害分の賠償を請求されるリスクがあるわ。損害ってただの雑草だよ。 SLC 法律事務所の辰野真也弁護士によると、私は雑草も財産であるとの主張は認められるように思いますが、問題はその価値です。一体いくらなのか、あなたの方で証明するのが原則ですし、裁判所が認めるとしてもかなり低い額になるのではないかと思います。と述べ、雑草ではなく畑で作物がダメになった場合は、損害がとんでもない金額になったり、故意でやったのか過失でやったのかなどの状況によって請求される額は変わってくるわ。仮に環境整備などの言い分があったとしても、所有者がノーと言えばそれはノー。これがもし道路に面した街路樹など国や自治体が管理するものに散布したとなれば、道路交通法違反となり、道路への落書きが罰せられるのと同じように損害賠償請求され、わざと損傷させたと認められれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる場合があるわ。街路樹とかさすがにダメでしょ。というか除草剤って木も枯らすことできるんだ。できないこともないけど、工夫が必要になるわね。普通の雑草用ならまず効果がなくて、樹木用の除草剤を選ぶ必要があるわ。ここに偶然フマキラーが出してる除草王っていうグリホサート系の除草剤があるんだけど、これは一年草、多年草の幅広い雑草を対象としたもので樹木向けではないわ。たとえ樹木用でも、太く大きく成長した木にかけてもほぼ効かず、ドリル的に穴を開けて中に注入したり、
木を伐採して、切り株にしっかり塗りたくって浸透させなければ根っこは枯れないでしょうね。だいぶ荒っぽいけど、ドリルとか一般家庭にまずなくない？除草剤の効果やリスクについていろいろ紹介してきたけどどうだったかしら。僕除草剤に対して漠然とマイナスイメージを持ってたんだけど、使い方を守れば安全ですごく便利なものだって分かったよ。そうね、ただ世間一般的にはまだまだネガティブな印象の強いものだから、庭に使用するときは近隣住民にお伺いを立てたり、拡散しないよう慎重に取り扱うことを忘れずにね。そしてもう一つ、家庭菜園や庭周りで肥農工事と緑地管理用の除草剤を使用した場合、農薬取締法違反になるから、初心者は何を使用すればいいか店員さんに確認した方がいいわね。手に取る商品を間違えただけで法律違反は恐ろしい。そして今回の話を聞いた上でも除草剤を使いたくない、別の方法で雑草対策をしたい人は、防草シートに砂利を敷き詰めたり人工芝を活用することをお勧めするわ。もちろん一長一短あるから、実行する場合は調べた上でね。ふ、でも除草剤があるから僕はもうやることなさそうだね。え、除草剤を散布した後は枯れた雑草が残るから、また来週草むしりするわよ。たぬきさん、もう雑草なんて嫌いだー。